皆さんこんばんは。株式会社サンイチチャンネルです。本日は1月24日静岡県浜松市のね、有楽街繁華街の様子をね、映していきたいと思います。今映しましたけどね、これビオラ田町、この上がね、高級マンションですね。それでね、じゃはい、19時まで規制。はいね、これがね、有楽街です。これね、ブラックシルバー、これね、師匠がよく行くお店ですが、どんどんね、音が大きいところです。なんでおっさんはいけません。はい、行きます。今ね、時間がね、6時ですね。結構やってますね。これね、おしゃれなバーありますね。はい、ここも居酒屋。これね、双子さんですね、双子さん。これね、大阪の焼肉屋さんで、結構全国ネットですね、全国チェーン。ここはね、店員さんが焼いてくれる焼肉屋で、結構美味しいです。お値段も高いですが。まあ、入ってますね。それで、ここがあれですね、浜松。うわ、Cの肉。ここも来たことないです。ここは中華そば浜名さんね、ここも来たことないですね。あー、ここもね、貸し物件になっちゃってね。これね、昔ね、ひょうたんグループが入ってたんですけど ね、こっち左側行くと、ここね、カニ道楽ね。こちらがね、カニ道楽になりますね。浜松のとれとれピチピチカニ料理、よく来ましたね。最近来てないです。でここはね、サンパレットビル、今なんていう名前かわかんないですけどね、このビルね。私もね、ここのでキャバクラやってました。6年ぐらい、7年ぐらいかな。今はね、有名なお店が入ってますね。ランマルさんとかね、入ってますね。はい、戻ってきます。それでね、この正面のここね、ちょっと見にくいですよね。ここはね、パーフェクトグループさんっていう、ハマズ大きいキャバクラのグループさんが映画館の跡地をキャバクラにしてますね。はい、すごく可愛い子がいっぱいいるお店だと思います。じゃあ行きますね。はい、豚骨ラーメンサンタさん、ここすごい美味しい。階段無料みたいです。はい、一歩さんね、唐揚げチキンチキチキ酒場さんね、一歩さん。はい、どうですかね、お客さんやっぱりいないですね。はい、有名なミンミンさんですね。朝までやってるね、餃子が有名で。はい、キャバクラここもありますね。リズさん、スケアさんね、ありますね。キャバクラのビルですね、これも上まで。ここね、ホルモン酒場ね、私よく行くとこ。あー、珍しい、全然いないお客さん、いつもいっぱいなのに。でこれね、柿屋さんですよね。柿屋さん、柿屋さんはね、結構入ってますね。お客さんが 2,4,6% と見えるとこだけで10人ぐらい入ってますね。それでね、こう肉寿司さんね、ここもね、結構有名だけど、あれですね、今日は入ってない。ラーメンがね、ありますね、大王さんと。はい、家系ラーメンもね、奥にありますね。ここね、上が焼肉屋さんですね。この飲み屋街、こっちがね、これね、左側、この奥のね、このラーメン屋さん見えると思うんですけど、真ん中これ左行ったとこにもキャバクラとかのね、ビールがあります。まあ、こっちまっすぐ行ったとこにも、まあいろいろ飲み屋さんとかね、ありますね。キャバクラこっち行くと少ないですが、まあ餃子が有名なとことかね、バーとかもありますね。はい、じゃあ有楽戻りますね。肉丸さんもいないね。バーもね、ここも普段入ってんのにいないね。お、ちょっと雨ね。ここはね、有名なね、銀座ライオンがあるとこね。松竹ビルとかね、ポポロビルって言い方ありますけど、いろんな言い方がありますね。ここね、ビルね、取り木が入ってたりしますね。この上がね、こうあるんですけどね、これキャバクラがいっぱい入ってるビルですね。ここよく私が飲み来るとこです。こっちセブンがあってね、食堂まぶちさんとかね。ここもね、入ってないですね、あんまりお客さん。一応ね、向こうまで行きますね。カラオケね、取引があったりね、いいビルなんですけどね。
て安全な通行のため、客引き行為はやめましょう。客引き行為をしない、させない、利用しない。皆様のご協力をよろしくお願いします。はい、今ね浜松客引き行為が厳しくなったっていうね、客引き行為がね厳しくなったっていう放送が入りましたね。ここねすごいですね、愛のの森って書いてありますね。ちょっと光ぼけしてすいませんが、愛のの森って書いてあります。これ知らなかったですね。今ねちょっとね不動産屋の社長と打ち合わせをしてたんですけど、最近ねこの辺のね駐車場がめちゃめちゃ安くなって、浜松がね12時間で最大500円の駐車場がめちゃめちゃ増えたみたいなんで、今ね安いみたいですね、いろんなものがね。トリメロさんね、ここも安いお店ですけどね、やってないですね。こっちはねちょっと細い路地が、ちょっと行って左行くと細い路地の飲み屋街がありますけど、はい、こちらがねまた通りですね。こっちも飲み屋が結構ある通りですね。夜やってるお店がね、ガールズバーがあったりとかね、普通にバーがあったりね、まあボーイズバーとかもありますね。餃子の遠州さん、ここ僕来たことないですね。中は2,4,6 人入ってますね。これねここね浜松で唯一のね相席屋さん、ちょっと相席屋さんですね。私ね1回来たことあります。誰と来たかな、誰かと来ました。専務じゃなかった気がする。はい、ここもね飲み屋街、飲み屋街というかね飲み屋さんがね結構ありますね。でこれ有楽が終わりで、ここね、はい、ここで有楽街が終わりですね。これカラオケのねボイスサウンドがあってね、松京があります。それで向こうゴールドジムとかのね看板ありますけど、これまっすぐ行くと今度モール街っていうところに行くんですけどね、そこもね飲み屋街が少しあります。これね向こうのザザシティが見えますけど、こっちがね千歳っていうね、昔は高級クラブがたくさんあったんですけどね、今はちょっとあれですね、こっちの通りですね。こっちはねいっぱいありましたけど、今ちょっと寂れちゃってる感じがしますね。と言ってもあれですよ、もちろん商売なんでね、お客さんは入っててすごいいいお客さんを持って忙しいお店もいっぱいありますよ、もちろんね。それが一つ付け加えてきます。これねバーがありますね。やってますがお客さん一人ですね。はい、これがザザシーね、こちらもザザシーね、ここで繋がってます。今年もなんか浜松祭りタコだけになったって言ってましたね。さっきちょっと社長に話聞いたら残念ですね。この辺にね浜松の屋台がね出るんですけどね、すごい豪華な屋台がねいっぱい出るんですけど、また中止じゃ残念です。これはねこう右に行きます。バーですね、ここもねおしゃれのね、ね、お客さん入ってないですね。なかなか厳しい時代ですよね。ここもね居酒屋とかね、おしゃれな居酒屋さんですね。あーすごいね、駐車場が全部500円になってるね、安いな。またね先ほどの向こう行くとね、さっき通った道ですね、ちょっとねここね裏路地なんですけど、はい、ここね3階シマウマ、ここね昔朝までやってたね、今もやってるのかな、よく来ましたね。パスタとかいろいろあるね、おしゃれな飲み屋さんですね。トトイチさんね、ここはね料理屋さん、トトイチさんね、ここはね有名です、すごくね高級な料理屋さんですね。私も何度か来たことあります。あのね飲み屋チャンネル、タッチャンネルさんでも紹介されてますね。ひらがなでタッチャンネルさん、私好きなんですけど YouTube ね、めちゃめちゃ面白いんで。串友さんがあってね、鳥屋さんがありますね。はい、ここもね地元が一緒の後輩がやってますけど、めちゃめちゃ美味しい、すごいクオリティの高い焼き鳥がね食べれます。
ぜひね来てみてください。私も今度 YouTube 上げさせてもらいますね。浜松で来るときは何度かね来てますけど、なんかお客さんが、そうですね、カウンターには4人ぐらい見えましたね。やっぱ入ってますね。はい、ちょっと高級そうなお店ですね。来たことないです。はい、メルカーとマブチ、これ酒屋さんですね。いろいろね高級なアルマンドとかも置いてあると思います。はい、こういうね串友さんがあってね、ランさんもありますね。はい、また遊楽の方にね戻ってきます。これねちょっとね見にくいかな、見にくいかな。じゃ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 ん、これクラウンビルってあるじゃないですか。ちょっとボケてるかな、クラウンビルね。これがね浜松でかの有名なね、もう何十年も続いてるヘルステンリューというね、ヘルステンリューというねヘルスがあります。まあ私はヘルス天国と呼んでますよね。はい、寿司山口屋さん、ここも有名だね。コンパニオンさんとかでよくね使われるお店ですね。忘年会とか新年会ね。これザ・パーク24、ここね飲み屋の人たちはね結構止める人が多いですね。私もザ・パーク24ちょこちょこ止めますね。見てください、本当に人がいない、これは寂しいぐらいいないね。まあ、さっきねちょっと不動産の社長とも話したんですけど、まあ、入ってるとこ入ってるみたいですね、お客さんが。まあキャバクラなんかでもね人なんでね、できる子がいるとこ入りますね。いくらコロナとか言えどもやっぱそういう言い訳しちゃダメだと思いますね。僕もねやっぱねコロナだから入んないんだよとかね関係ないんでね。じゃあミシュランが入んないかって言ったらそんなことないじゃないですか。美味しいとこは入りますし、なんで私は言い訳嫌いなんで、そういうクソみたいなこと言ってるやつらは商売やめた方がいいなと思います。はい、厳しい言い方ですがね、それで協力金くれ協力金くれっていうのはね筋違いですね。自分の能力のないことを認めてるだけなんで、なんでね私は協力金なんか出してほしいとは思いません。まあ本当に偉そうですいません、でもそういう考えです。能力のないことを棚に上げてね、じゃあ暇になったから何とかしてくれよ、助けてくれよって、そりゃ筋違いますよね。儲かってる時はね儲かったでニコニコ笑ってるくせにね、暇になったら暇になったでどうしようもない、潰れちゃうんでお金くださいって、それは理にかなってないです。こんな状況でした。それでね私はね今この地下で先輩が待ってるんでね、今からねこの侍さんにね飲みに行ってきたいと思います。こんな感じでした皆さん。それじゃあねみんなバイバイ。これがね有楽街なんですけどね、見てくださいこれね人が全然いないんですよ。こっち側がね駅になるんですけど、これね上から見るとよくわかりますよね。ちょっとアップできますね。こういう感じですね、何にもいない感じです。今ちなみに6時前ぐらいなんですけど、はい、もう一回こっち行きますね。ちょっと歩いてますが、これねここ飲み屋街ですよ。はい、こんな感じになります。